2015年9月9日今回は子供にできる簡単なヘアアレンジを紹介していきます。今回のヘアアレンジはまずちょっと髪の毛が落ちやすい人は霧吹きなんかでまず濡らしてもらって、で耳の後ろぐらいから髪の量にもよるんですけど分量をその時その時で変えてもらって、左にこうねじります。左にねじったら隣の毛束を取ってまたねじる、でそのまんま左に向かって毛束を取ったらねじる、毛束を取ったらねじると繰り返していきます。でこの時の姿勢がだいたいテレビを見せながらやると思うんですけど、しっかりとまっすぐ前を向いてもらって、下を見てると後からこの辺りがたるみやすくなるので、しっかり前を向いてもらってやります。でこの辺りは少しこう痛くない程度にちょっとギュッとしてもらうと形が綺麗に1日持ちます。そのまんま取ったらねじってというのを繰り返していき、三つ襟のところですね、三つ襟ここの角のところまで来たら、この左側の残ってる毛束を手でよくなじませて、これのすぐ横でこういう感じでここで一つゴムで結びます。こういう感じですね。これ絡まないゴムっていうのがセリアとかにあるんですけど、結構こういういろんな種類の色のゴムがあるので、例えばこういう感じでゴムを何個かしてあげると、こういう感じでちょっと個性的な感じで可愛いかと思うし、またこれをあとは一つにこの耳の後ろですね、耳のすぐ後ろでこうぐるぐるっと巻きつけて、でこの時ちょっと毛先は残しててもいいと思うんですけど、毛先残してこことここをピンで、ちょっと一本だけピンを使ってしまうんですけど、ここの面の部分とこのお団子の部分をくっつける感じでつけて、少し余った毛先を少し崩してあげるとこういい感じに緩いまとめ髪にもなるのでいいと思います。でちょっと耳の後ろこの辺りとか落ちてきそうな場合、結構動き回るので落ちるかなと思うので、間にちょっとここの面とくるくるねじったところをつないでもらうと補強されます。ただあんまりピン自体は使うのはあまりあれかなと思うので、実際は下ろしたスタイルでいいと思うんですけど、またこちらはお出かけの際とかにいいかと思うので、ぜひやってみてください。今回は以上でした。